皆さんこんにちは。埼玉県にあります日本バプテスト連盟西川口キリスト教会の牧師斉藤真一郎です。今日も神様は御言葉を通して私たちに力を与え、私たちに生きる希望を豊かに与えてくださるお方です。その御言葉に聞いてまいりましょう。エゼキエル書37章1節から14節。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神、主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかし、その中に息はなかった。その時、主は仰せられた。息に予言せよ、人の子よ。予言して、その息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いて来い。この殺された者たちに吹きつけて、彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。それゆえ予言して彼らに言え。神である主はこう仰せられる。私の民よ、見よ。私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時、あなた方は、主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ。今日の箇所の冒頭をもう一度見てみましょう。一節と二節には、主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。
主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、広く干からびていた。このようにあります。エゼキエルは無数の人骨が散らばっている、そのような谷間の真ん中に立たせられたっていうんですね。一人や二人のこの人間の骨じゃないわけです。それはもう何十何百人のそういう骨だったかもしれませんが、そのようなところにですね立たされて、彼はどんなにかですね戸惑ったことだろうと思います。でもここには神様がこれから伝えたい大事な神様の真理があるわけですね。その真理とは一体何なんでしょうか。3節に、主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。この下りのところは、私は復活後のイエス様がペテロに、お前は私を愛するかと三度尋ねていくんですけど、その時に、主よ、私があなたを愛していることあなたがご存知です。どうしてそんなこと私に分かりますしょうか。私は散々もうあなたを愛し続けたいと思ったけども裏切りました。でもあなたなら私のすべての状況をご存知です、と言われたように、ここでエゼキエルはですね、そんなこのおびただしい骨で戸惑うだけの私が、私もいずれこうなるんだろうと思うんですが、これが生き返るなんて、それは私には到底できないことであり、あなただけがご存知のことですと、このようにですね、このどうしようもない、この現実の前にただ立ち尽くすことしかできないような、そのような現状の中で、エゼキエルは神様の助けを求めたわけですね。このことに対して、神様は彼に特別な言葉を語りかけるわけですね。4節、主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨よ、主の言葉を聞け。さらっと読んでしまったら、そのまま読んでしまいそうなところですけれども、ここは本当ならば神様ご自身ができることなんじゃないでしょうか。神様ご自身で声を発してですね、この骨が主の言葉を聞くようにされたらいいんですけども、神様はですね、聖書の至るところを見てこのような原則があります。神様ご自身でできることをあえて私たちに一緒に協力してやってくれというふうに私たちを用いられる神様なんですね。エゼキエルも今ここで神様に用いられようとしているわけです。彼らに私の言葉をあなたが伝えなさい、そうここで神様はエゼキエルに使命を与えられたわけであります。ここが人生の大事な要なんじゃないでしょうか。誰か他の人がしてくれるから、神様がしてくれるからいいではなくて、実は神様はあなたを用いて、神様の言葉をあなたの口から出るようにあなたを導いておられるということ。あなたはその神様の導きに応えることができるでしょうか。エゼキエルは勇気を振り絞って神様を信じて、そのことを実行したわけであります。五節を見ますと、神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。六節、私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。エゼキエルはただ託された神様の言葉、それがどのような意味があるかは十分分かってなかったかもしれませんが、精一杯自分の口を通して神様の御言葉をそれらの骨に向かって言うことになるわけですね。この骨が一体どうなっていくのか、もう長い間もう骨のままでずっと放置されていたような、そのような骨であります。でも実はこの骨というのは必ずしも本当の屍を意味するとは限らないんですね。私たちの人生も希望がなくて
そして人生の目的もなくて、これからどんな喜びがあるのかもないような生き方をしているような、まるで生きる屍のような人たちという表現も私たちにはあるぐらいですけれども、このような生き方の中にある人たちに神様は神様の言葉を、福音を語るようにとあなたを用いられるかもしれません。そして私たちの言葉が骨に投げかけられていくときに、なんとそのバラバラだった、もう完全に機能しなくなった骨と骨がひっつき出すというんです。そして今度はその失われていた筋肉が取り戻されていって、運動能力が回復していくというんですよね。そしてその後皮膚ができて、皮膚ができることによってあらゆる外敵から、あるいは病原菌や衝撃から肉体は自らを守れるような、そんな力も回復されてくる。このように表現しながら、再びあの骨のような、もう何もできなかったはずのそのような存在が、再び自らの意志を持ち、そしてさらに立ち上がっていくことができるようになる。でもそれだけでは不十分だったんです。十節を見ると、私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であったとあります。確かに私たちは神様のお命令に従っていくときに、人々を立ち上がらせていくところまで回復させていくことができるかもしれません。その一歩手前まで。でも最終的な本当の意味で人々に力を与えていくものは、神様が私たち一人一人に送ってくださる聖霊の力なんだということがここで表現されております。最後の仕上げは神様がしてくださいます。聖霊を一人一人私たちの中に送ってくださいます。その時にこそ私たちは本当の意味で自分の足で立って、そして神様の使命を担っていくものにされていくという今日の御言葉ではないでしょうか。このような恵みに預かっていったのは、十節、非常に多くの集団であったとあります。一人の人が語った神様の御言葉によって、豊かに豊かにそれは大勢の人々を立ち上がらせていくほどの力がある。それが神様の言葉だということを大切にしていきましょう。14節に、私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。このようにあります。神様は私たちをただ生き返らせる、立ち直らせるだけではないんです。私たちがその住んでいる場所でしっかりと立って生きることができるように、また私たちを作り変えてくださる方です。そしてこの時、あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知るであろうとありますように、私たちがしっかりと神様の言葉に立って歩むことを取り戻したならば、私たちはますます神様の御言葉が本当に私たちの人生の中で実現していくということを体験できる、そのような祝福の中を歩むことができるという素晴らしい約束の言葉であります。ご一緒にこの約束の言葉を信じて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。父なる神様、私たちも生ける屍のような者たちでありましたが、その中から救い出してくださり、そして今や私たちを、他の人々をもそこから立ち上がらせ、救い出すために用いてくださることを感謝いたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。